バンダルガン国立公園の登録範囲図。湾の北東部にあるのが、アルギン島及びアガディール。ポルトガルのアルギン要塞アルギン要塞の構造アルギン島、またはアルガン島は、モーリタニア西岸のアルギン湾に位置する島。広さはおよそ 6X2km で、小村アガディールを除けば地形は荒廃しており、周囲を広大で危険な暗礁に囲まれている。現在は、 バンダルガン国立公園の一部を形成している。アルギン島は植民地として創始国がたびたび変わった。1443年、ポルトガル人の探検家ヌーノトリスタンがヨーロッパ人で初めてアルギン島を訪れた。1445年、エンリケ公開王子によりこの島に貿易拠点が置かれ、アラビアガムや奴隷がポルトガルへ向け輸出された。1455年までには、 毎年800人の奴隷がアルガン島からポルトガルへ送られるようになった。1633年、オランダ・ポルトガル戦争中にオランダがアルギン島を制圧した。1665年に一時期イングランドに奪われるもののすぐに回復した。1678年9月、フランスがアルギン島を奪取したが、その後1685年までこれを放棄していた。 土地が不毛で良い闘病地もないアルギン島にはヨーロッパ人が長期的な植民地を築くことが困難だった。1685年、フリーゲート艦ローター・レーベーのリアース船長がアルギン島のポルトガル領時代の古い要塞を占拠した。彼は地元の王と協定を結び、彼をブランデンブルク・プロイセンの保護下に置くことに成功した。 この条約は1687年に批准され、1698年に更新された。1721年、フランスがアルギン島の要塞を強襲して、ブランデンブルクからこの島を奪い返した。翌年オランダが要塞を奪取したが、1724年には、またフランスの支配下に戻った。4年間のフランス支配の後、地元勢力が、 アルギン島を支配するようになった。その後、アルギン島はフランス領モーリタニア植民地の一部となり、1960年にモーリタニアが独立するとそれに従った。1816年7月にはセネガルへ向かっていたフランスのフリーゲート艦メデューズがアルガンで座礁し、350人が死亡する事故が起きている。この事件は、 同時代の画家テオドールジェリコーの対策会がメドゥーズ号のイカダで広く知られている。ありがとうございます。